こんにちは。前目プラスゆきこの部屋です。今日は東京千代田区のパレスサイドビル1階にあるイベントスペースからお届けしています。まずはこの映像をご覧ください。第3回ヤングリポーターコンペティションの授賞式の様子です。ICRC 赤十字国際委員会と早稲田大学の共催で、報道やドキュメンタリーに関心を持つ20歳から35歳の若い世代を対象にして、作品を優秀な作品を、表彰するといったものです。毎日新聞社もこのコンペティションを講演しています。今日はそのヤングリポーターコンペティションで毎日新聞社賞を受賞した佐々木俊平さんにお話を聞く回です。じゃあ佐々木さんに入っていただきます。佐々木さん、こんにちは。よろしくお願いします。お座りください。失礼いたします。この度は受賞おめでとうございました。ありがとうございます。佐々木さんは早稲田大学に今在籍しているということですが、何学部ですか？学部は教育学部っていうところにいるんですけれども、その中の社会科学専修っていうところにいまして、全く教育のことは勉強はしてないんですけれども、専攻は、ジャーナリズム、ジャーナリズムの専攻。なるほど。ジャーナリズムの、じゃあこれはこの作品はジャーナリズムの、いわゆる勉強の集大成ということになるんですか？そうですね。実は今回 の作品は卒業制作として制作したものでありますので、もう取材段階からこれは卒業のためのものでっていうところから、本当にいろんなところに取材交渉していったというような形です。この作品のタイトルは、ピアノが私にくれたもの、というタイトルですよね。どんな作品か教えていただけますか？この作品の主人公、第一の主人公は駒見理恵子さんという18歳の高校生の女の子なんですけれども、この駒見さんがさまざまな生きづらさを抱えながらも、こうピアノとこう正面からこう向き合ってこう弾き続けていて、そしてまたこの作品の軸でもあるピアノパラリンピックというものにも参加していまして、そういった生きづらさのことであったり、そしてそもそもやっぱり音楽の持つ力、ピアノが持つ力っていうものにも、もう一度こう考えられるような、そういった作品になっていると思います。駒見理恵子さんを知ったきっかけは、一番最初にその2年ぐらい前からこのピアノパラリンピックっていうものをこう作った迫田時生さんということを知っているという方を知っておりまして、その方にまずこういったピアノパラに関する作品を作りたいっていうふうに迫田さんにまず取材のお願いをして、どういう方がいますかっていう話の中で、唯一こう迫田さんが身を乗り出してこの人の会ってほしいっていう、この子の演奏は心に訴えかけるものがあるっていうふうに言ったのが駒見理恵子さんだったんですね。今回のきっかけでもある、ピアノパラについて教えてください。このピアノパラ、通称がピアノパラリンピックピアノパラで、今正式名称は国際障害者ピアノコンペティションという名前でやるんですけれども、その迫田さんの意図としては、そういった方がこう活躍する場がなかったり、また指導者の側でもそういう環境が整っていなかったり、さまざまなこの問題がある中で、そういった場をまず提供しようということで2005年からこう始まったものだというふうに聞いています。私が、作品を、見せていただいて感じたのは、もちろん理恵子さん の人柄や、それからこうピアノの美しさ、演奏の丁寧さ、美しさもそうなんですけれども、その背景にあるこう先ほどおっしゃった生きづらさですね、生きづらさやそれから家族愛みたいなところがね、すごく伝わってくる作品だったと思います。2ヶ月半の密着取材の中で印象に残ったエピソードなどありますか？一番こう印象に残っているのは、この作品の中でも実際にこう出てくる話ではあるんですけれども、
その取材の途中で、まあ、1ヶ月取材始めて1ヶ月ぐらい経った時に、もともとはその駒見理恵子さん持っているその難病 の, その正式名称っていうものをこう出すつもりでいたんですね。でその病気を知ってもらいたいということもあったわけですか？そうですね、その病気は非常に個人差の大きいものではあるんですけど、それでもその社会的な課題、その病気ならでは の, その社会的課題があったので、まあ、そういったものをこう専門にされているお医者さんにも話聞きたいなとも思っていましたし、そういったところでも病名を出した方がその生きづらさがこう分かりやすいんじゃないのかなっていうところもあったので出すつもりはいたんですが、それお父様とお母様の、まあ、様子を見て、これやっぱりそこがやっぱ引っかかってるなっていうのは思ったんです。その不安でいるとそれを出すか出さないか、出すことへのこのなんかやっぱり壁っていうものを感じてるなっていうのは取材始めてからも思っていたんですけれども、まあ、これはやっぱちゃんと出すか出さないかっていうのをしっかりと話し合った方がいいと思って、まあ、話し合いを重ねた結果、まあ、出さない方向でいきましょうっていうふうになったんですけども、印象に残っているお母様の言葉があるんですけども、娘には2つの困難があると。で1つ目の困難っていうものが病気そのものの困難で、2つ目の困難がその社会からの目線、これがその生きづらさになっているということを、まあ、知って、そこ自体が今回 の, その作品で描きたかったところなんだなというふうに自分も気づかされて、まあ、それで結果的にその病名が出せないっていうふうに、まあ、それももちろんはっきり言った上でなぜ出せないのかっていうものをお父様とお母様に話してもらって、まあ、そこにはその社会の側の、まあ、目線で、それ社会に生きる全ての人にその責任がこうあるんではないのかなっていうのが今回 の, その作品でも伝えたかったことなので、まあそういったその作品に非常に影響を与えたというか、まあそこで考えてもやっぱり振り返ってもご両親とか本人とこう話し合いながらこの作品を徐々にこう積み重ねて深くしていったっていうところが本当にあるかなと思います。そうですね、佐々木さんがノンフィクションをこう映像で撮ろうというふうにこう思い始めたのはいつ頃なんですか？はい、ノンフィクションでその映像ドキュメンタリーとかに興味を持ったのは実は大学に入ってからで、まあ、それまではずっと新聞記者になりたかったんです。そうなんですか、うん、やっぱり社会問題だったりそれに対してこう何か伝えたいとか自分で取材をしたいっていう、まあ、そういった思いはあったんですけども、またその手段としてその文字なのか映像なのかっていうところにやっぱ大学に入ってさまざまそういうドキュメンタリーを見る授業であったりそういった作ってる方に会う機会っていうものが大学に入ってあったので、まあ、その中でドキュメンタリーのこの魅力というか映像でしか伝えられないところっていうのに非常にこういいなと思いまして、やっぱドキュメンタリーを作っていきたいなっていう。活字にはない映像の強みってどういうところですか？はい、映像の強みっていうのは自分は2つあると思っていて、1つは沈黙や余白っていうものを映像の中で与えられることができると思っていて、これっていうのはその何も語っていない何も音声が流れないその映像にも意味を見出せる。でそれは答えを完全に与えるわけじゃなくて、まあ、見る人それぞれにその答えを考えてもらうっていう、まあ、そういった余白だったり沈黙を描けるところだと思います。で2つ目がやっぱり音が乗せることができるっていうのはこの本当にね、ピアノの音色を届ける、ね、作品ですからね。それがもうない、ピアノの音がないと本当に中身ないので、まあ、それは本当にうってつけの題材でしたし、ね、佐々木さんのその努力が実ったということですよね。はい、さて今日はもうお二人ゲストをお招きしています。そして主役の駒見理恵子さんのお父様とお母様でいらっしゃいます、駒見俊彦さんと佳代子さんです。どうぞよろしくお願いします。おかけください。作品ご覧になって俊彦さんどういう感想を持ちましたか？はい、非常にこう佐々木さんの人柄が映像にも出てるというか誠実に捉えていただいて、で理恵子も実際はちょっと人見知りのところがどちらかというとあるんですけれども最後の方はその佐々木さんに非常に馴染んで自分をこう出すようになって、それは親としてもちょっと驚き。佳代子さん、佐々木さんってどんな青年ですか？とても思慮深く
娘も私たちもやっぱり対象としては難しかったと思うんですけれども、忍耐強く向き合ってくださったので、本当に嬉しかったですね。こんな息子がいたらな最後には本当にそう思わせてくれたところが、彼はとっても立派だったなと思っています。そうですか。私も拝見して、ピアノの素晴らしさもさることながら、ご家族、理恵子さんをご家族が見るその視点っていうのもね、すごく端々にこう、なんて言うんでしょうね、例えば俊彦さんがね、理恵子さんのことをスイートそのものって表現するところに、私はもうなんか胸をこうギュッて掴まれたような感じがしたんですけれど、理恵子さんどんな存在ですか、お二人にとって。もう私にとっては本当にこう心の癒しというかですね、彼女自身は非常に純粋なところもあるんで、私自身もそれをこうなんていうか受けて癒されて、で自分もっていう気持ちになれる、優しい気持ちになれるっていう意味でも、まあ本当にスイートですね。もういつもこうギュッとしときたいなっていう感じがするですね親バカですけれども、はい。理恵子さんが生まれてもうすぐに手術があったり入院があったりって、本当に大変な18年間をご両親としてね過ごしてこられたと思うんですけれども、まあ一方で学ぶこともあったかなっていうふうに拝察するんですね。俊彦さん、どういうことを学びましたか。彼女とまあずっと一緒にいて、で、まあ、一番大変なのは彼女自身、当然理恵子自身だったんですけれども、まあ我々もそれをサポートする立場で親としていろいろやってきた中で、彼女がやっぱそういうこう難しさを抱えながらも非常に明るく、で家族の中心にいて、そしてまあへこたれることもなくですね、生きている姿を見ると、まあ自分自身もこうなんていうかきちっとしなきゃいけないなという、まあ本当に親から見ても尊敬の念というかですね、やっぱりリスペクトっていう言葉を先の中でも使いましたけれども、感情に対してはそういう思いが非常に強くて、今まで自分に持ってなかった視野とか目線の広がりを与えてくれて、で、まあ、人というものに対しての敬う気持ちっていうのも改めて教えてもらったような感じがします。佳代子さん、いかがですか。はい、もう彼女にとってはその病気というのは何も本人は悪くないですし、もう選択肢なく与えられた、まあ、荷物というか人生だと思うんですけれども、彼女自身がそのいろいろな困難、痛みを伴う治療ですとかいろんなことを文句を言わず粛々と受け止めて生きているっていうことが、やっぱり私たちに与えてくれているものが非常に多かった18年でした。だから彼女、まあ、夫が申しました通りなんですけれども、彼女に励まされ力をもらい、でやっぱり何ができるから偉いとかそういう尺度ではないところの価値観、生きていくっていうことはどういうことなんだろうなっていうことを日々教えられてるかなという気がしています。そんな中でもね、こうやっぱり生きづらいというところがどうしてもいろんな、まあ、支障として出てくるわけですよね。その点についてこう社会にこう変わってほしいなということが俊彦さんあったら教えていただきたいんですけれども、まあそうですね、やっぱり生きづらさっていうのはまあ、私も含めて社会にいる人皆さん何かしらそういうものは当然持っていると思っていて、でそういうものに対しての理解というか、なんていうんですかね、やっぱりそういう、ことに対するその思いやりとか気持ちとか、それが何かこう上から見るのではなくてですね、本当にこうきちっと理解して共感できるというか共有できるというか、そういうふうな、社会になっていったらいいなって
ていうふうに思いました。これでも気持ちももともと私が持っていたわけでは決してなくて、まあ、理恵子という娘を持ってで親となってで自分でそう生活していくうちにだんだん自分の中でそう、まあ、生まれてきたというそういう気持ちですね。本当にこの作品の中でもそれから家族の中でもこう中心的な存在になっているのが、まあ、理恵子さんであって理恵子さんが出会ったピアノですよね。駒見家にピアノがもたらしてくれたものって何だろうなとちょっと聞きたいんですけども、佳代子さん何ですか？そうですね、もちろん技術的にはまだまだ拙いんですけれども、でもやっぱり彼女の奏でる音というのはやっぱりとても優しくて澄んでいて、そこに多分、映像の中で先生は人柄とか言ってくださってたんですけれども、やっぱり彼女の人生も18年間の人生も滲んで伝わってきてるのではないかなと、とっても親バカなんですけれど、でもそんな風には思っています。で、彼女のピアノを聴いている時間というのはなんかいろんなその、まあ、マイナスの感情疲れたり葛藤とか悩みとかそういったものから一時なんか解放してくれるところがありまして、本当にささやかなんですけれどそういった平穏なひとときが、まあ、この上なく幸せな時間ですね。今回の、ね、こう取材を通して駒見家も何かこう外からの光が当たることでちょっと学んだこともあるでしょうし、何より佐々木さんが多分すごく、まあ、成長したというか ね、ちょっとこう一皮むけたんじゃないかと私は思いますが、この作品を通してこう社会に、まあ、伝えたいこと改めてお聞きしますが。そうですね、やはり生きづらさを抱えている人は本当にこの世の中たくさんいるということなんです。でたくさんいて、でさらにその生きづらさの背景、その生きづらさの理由にその社会がその理由を持っているとしたら、やっぱ社会の側でやっぱ変わらなきゃいけないなと思っているので、まあ、特に本当に、まあ、お父様がおっしゃったリスペクト、普段会うさまざまな人に対してもそういった優しい目線でこう見てもらえるようなその、まあ、小さなきっかけにでもなってくれたらなというふうに思っています。この作品ピアノが私にくれたもの、ご覧になりたい方はですね ICRC のウェブサイトから、リンクが貼られていますので、そこからご覧いただくことができます。今日はですねちょっと短い間でしたけれども、大変深い、そして心温まるお話を聞かせていただいてありがとうございました。ではご一緒に来週も見てね。